前回くじ引きはしご酒で西成に行った私はなんと西成でやばいよ、やばいやばい、料理も人も濃い西成に圧倒されながらも楽しくはしご酒をして、第2弾は心斎橋に決まりました。ってことで今日は心斎橋ではしご酒をしてきます。平日の昼間にもかかわらずやっぱり人が安定に多いアーケード街、この奥にはやっぱりこれが見たいよね。ここだけは外せないグリコ、観光客ばりにすごい気合が入って写真を撮ってるの、なんかさ、そして撮り終わった後のこのスンってした感じよね。前回西成からのギャップすごくて逆に不安やったけど、2回目心斎橋ってまだ大阪不慣れな私にはかなり優しい引きじゃないかな。福岡の視聴者さんもぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。大阪といえばのたこ焼きでスタートを切りたいと思い、あっちじ本舗さんへやってきました。アルコールセットも魅力的やけど、何よりこんな土砂降りの通り雨でも地下に飲食スペースがあるけん天気に左右されないのも魅力です。心斎橋といえばの王道たこ焼きとビールで乾杯。土砂降りでも快適に飲める生ビール最高に有名。味付けは店長さん一押しって書かれてあった醤油マヨにしてみました。カツオが釣れたのでちょっと見栄え的にあれやけんテイク2と思いきや、カツオがやっぱりへばりついてもう諦めております。なんだこの醤油、醤油が程よく香ばしさがあって絶対みんな好きな味だと思います。もちろんソースも間違いなく美味しいはずやけど、私は香ばしい醤油味が好きやけん、そういう意味ではかなり好みの味にハマりました。きっと店長さんと味の好み合うな。これまた私的に初めての組み合わせのガリ巻きいただきます。これがさっぱりしながらも醤油の濃さとガリの酸味とピリッと感が合わさって、思った以上にたこ焼きのとろとろさとマッチしてました。視聴者さんにも全然関係ない話で本当に申し訳ないんやけど、まあ、ちょっと愚痴じゃないんですけど、今私のパソコンがリアルタイムでものすごく調子が悪くて、もしかしたら途中でアフレコが入らなくなる可能性もあるかもしれないんで、もうその時は後半アフレコなくなったら、あ、パソコンの調子が悪くなったんだなとお察しいただければ幸いです。本当すいません。なんででしょう。はしご酒同様行けるところまでは突っ走りたいと思います。まあそんなことですいません。1軒目美味しかったです。ごちそうさまでした。天気が不安定な時こそアーケードは非常にありがたい。ってことでパルコの地下に駆け込んで昼飲み再開。2軒目は金獅子さんです。おしゃれなメニューもコスパ良くて女性客が多いから女一人の昼飲みも余裕でできちゃいます。平日限定のパルノミセットっていうセンベロセットがお得そうやけんそれにしました。絵柄が可愛いのに気づかなかった、すいません。じゃあ2軒目乾杯。なんかこの赤ちょうちんが背景ってめちゃくちゃ良くない？この時点で映えやし、ビールも安定に美味しい。あて5種盛りが想像以上に豪華で、肉も海鮮も野菜も美味しいものをギュッと詰め込んだ感が合成すぎます。箸は机の下の引き出しを引いたらあります。ちょっと韓国式。沖縄に行きたいけど行けてない私にとって欲してるおつまみの一つ、ゴーヤーチャンプルからいただきます。これね、最初もちろん美味しかったんやけどちょっと薄いかなって正直思ったんよ。けどね、他がお肉とか濃いめのあて多かったけん後半かなりバランスよく食べられました。そしてエビマヨの赤ちゃんっていう、なんて表現していいかわかんないけど、とりあえずチーズかかったエビちゃんいただきます。
サクサクのエビと粉チーズってありそうで少ない気がした。これは盲点でした。言うまでもなくどっちの良さも引き出せてました。肉はあればあるほど嬉しいとです。ってことで鶏チャーシュー、最近ピンと合うコツを少しずつ掴んできました。って言ったそばからまだまだ修行が足りません。柔らかい鶏にしょっぱくない程度に程よく醤油味が染み取って、長く飲むには必要なあてですわ。これ心斎橋って中心地で観光地価格でもおかしくない中で、おしゃれなパルコでセンベロ飲みできるってすごすぎると思います。皆さんも私もお待ちかねのローストビーフいただきます。この日は美味しいものをちょっと後半に取っときたい気分だったようです。これは見たまんまに美味しすぎました。柔らかくて噛むほどにビーフの旨味がたまらんし、玉ねぎのタレがいい濃さでがっつり酒泥棒な大人のローストビーフでした。これはお店側のお酒一杯じゃ帰らせねえぞっていう意気込みをかなり感じられました。レオンポールとたてがみポールってなんかこういうやつですか。レオンポールが一応うちのオリジナルもので、白ワインベースの時にレモンテイストの時を混ぜて作ってくれて、たてがみがジンの、ジンの、じゃあレオンポール、はい、ビール飲み干すとこさえも西成と雰囲気がガラッと違うけん、これまた楽しい。とりあえず安定にごちそうさまでした。限定品に弱い私はオリジナルと聞いたレオンボールで乾杯。白ワインをソーダで割ってレモン果汁入れたオリジナルドリンクらしくって、もうこんなん美味しくないはずないやん。白ワインとレモンが好きな私にはさっぱり飲めて最高に美味しかったです。これ全国でも出してほしい。前回西成動画が反響良かった反面、大阪北手で女一人西成ってさすがに危ないよって心配していただくコメントもいくつかありました。改めて9時とはいえすごいところに行ったなって痛感したので、女の人一人旅される方は安全面踏まえて今回の心斎橋エリアとか参考にしてもらえたら嬉しいです。はじめということでちょっと贅沢にとろける肉寿司を頼みました。この豪華さで1貫390円、さすがにこれはあからさまに嬉しそうな表情が伝わります。まず肉厚な牛肉が惜しみないだけで豪華で食べ応えがあるのに、とびっこのプチプチ感とちょい濃いめのタレ、もうこのバランス最高としか言いようがないです。あ、隙間時間でショート動画も撮っておりますっていうアピールをしております。見てこのミニオンちゃん可愛くない？ただこれふんだんにとびっこ乗ってるゆえに、デートとかでは私みたいに無防備にがっつかないで、一旦とびっこを少し移動させて食べた方が事故りにくくていいと思います。お会計は1880円でした。とにかくどのあても美味しくってコスパがいい上に、パルコの中だからお買い物ついでにセンベロ飲みできるの最高すぎます。まあ私は安定にセンベロで終われない女なんですけど。2軒目もごちそうさまでした。ラストはまたまたパルコ地下の岡町さんにやってきました。乾杯の生中は290円、コスパ良すぎます。ではでは3杯目も元気に乾杯。3軒目だけど貧乏症ゆえに生ビールと中杯の金額があんまり変わらなかったから生にした。最高。どて焼きは1本140円でした。すぐ提供されるからとりあえず感覚で気軽に食べられるのもどて焼きの魅力です。こってり濃い味噌味で比較的甘さは少なくってしょっぱめで絶対酒と合うやつな味付けが最高でした。どて焼きって意外と1本単位で頼めるお店少ないイメージやけん、そういう意味でも一人飲みに優しいなと思いました。最近大阪に来たばっかりで、あの酒飲み屋地っていう、もともと福岡で活動してたんですよ私。なんて、あ、酒飲み屋地でカタカナで酒の、ちょっとね電波悪いんで、あ、これですね、テスです、それです、はい、ちょっとあの広めてきますんで、あ、嬉しいありがとうありがとうございます。ノリがいいぜひ福岡のお客さんが今多いんで、視聴者さん、そうですね、多分、はい、違った形で広まると思います、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい。
串カツは椎茸、ちくわチーズ、牛の3本にしました。まずは形だけでも健康意識、椎茸からいただきます。椎茸めっちゃ肉厚でホクホク食感でたまりませんでした。これ椎茸好きな方ぜひ頼んでほしい。このコスパでこの美味しさ最高すぎる。そしてちくわチーズのこのチーズのとろとろ感、そして衣がザクザク衣で最高に相性が合います。串カツってお店によって衣がザクザクだったりしっとり系だったり、結構お店によって個性が出るから、本当どのお店で食べてもそれぞれ良さがあって飽きないなと感じました。ちょっとネタバレすると、次のはしご酒もう取ったけどそこでも串カツ食べましたとか言ってたら、ビールがもうすぐなくなりそうやけん、なんかそっちの動きもやつ。はい、次を頼みたいと思います。次はレモンサワーにした。なんかパルコの中って本当どこを撮っても背景がかなり映えますね。そういう意味でも女一人飲みかなりしやすいです。ではビールごちそうさまからのお次はレモンサワーをいただきます。串カツと相性抜群のレモンサワーも260円と利益出てるか心配な安さだけど、こちらとしては非常に大助かりでございます。ありがたい企業努力、ほんとすごいな。3軒目にして胃が爆発したので唐揚げも注文しました。茶色しか頼んでないやん。でもこの唐揚げかなり大きくて美味しそうじゃないですか。私が食べるとなぜかハット配りにビヨーンとなりました。これは間違いないです。竜田揚げっぽい感じで意外と塩味が強すぎなくて飽きなく食べられるやつでした。これは言うまでもなくレモンサワーと相性バッチリ。冷静に考えたらこれ唐揚げじゃなくて土手焼きに一味をかけるよね普通。まあそんなやつほっといて、お会計は1470円でした。これだけ食べ飲みしていちごベロイカってかなりお財布に優しすぎん。安くて美味しいが当たり前の大阪って言うけど、さすがに最高すぎます。では会員完食ごちそうさまでした。はい、そんなこんなで心斎橋のはしご酒3点回りました。このくじを回してね、普通に忘れとって、なのでちょっともう家で飲みながら回しますね。うまっ。ヘベス、ヘベスってカボスみたいなやつ、柑橘系好きな人絶対好き。まあまあまあそんなことは置いといて、これを回して、ああちゃう、引いて終わります。ちょっとまあうちの視聴者さんは優しい人しかいないから疑ってはないだろうけど、ちゃんとゴロゴロといっぱい入ってますので、あ、ちょっとお前がなんか一部浮いてるやつもあるけど、ご愛嬌ということでちゃんと全部入れました。さあお次はどこに行くんでしょう。まさかの難波に行ってまいります。おもろっ。